はい、どうも、いつも見ていただきありがとうございます。はい、今日も一緒に楽しく行きましょう。よろしくお願いしますね。今日はね、隅田川、夕暮れ時の隅田川、ライトアップされて素敵ですよね。皆さんもご存知だとは思うんですが、今日はそのお話です。隅田川に架かる橋はみんなライトアップされてすごく綺麗ですよね。うっとりしちゃいますよね。で、その中で今日は、東橋、駒形橋、馬屋橋、特に駒形橋周辺からですね、眺めるような、そんな話で進めたいと思います。よろしくお願いします。夕方のほのかな明かりの駒形橋ですね。夕暮れ、散歩してる方も結構多くいらっしゃいますね。もう月も見えてますね。振り返ると、東橋ですね。朝日ビールのね、モニュメントとか、ね、スカイツリーもライトが明るく見え始めてますね。黄昏時。綺麗ですね。はい、少し暗くなってきましたね。駒形橋。向こうの方に少し馬屋橋が見えましたね。これは警視庁の水上署ですね。いいですね。どうですか、このアングル。もう少し暗くなってきましたね。スカイツリーの明かりもさっきよりもだいぶ鮮やかに見えるようになってきましたね。こういう景色が好きでよく見に、来てる方も多いんじゃないでしょうかね。夏はね、もちろんいいけど、冬もちょっとの間なら、ね、こういうの見に来るのも素敵じゃないでしょうかね。
向こうの方に馬屋橋が望めますね。素敵ですよね。駒形橋の馬屋橋側に移動してみました。今度は駒形橋の下から吾妻橋が見えますね。うっとりしちゃいますよね。素敵ですよね。今日はね、隅田川に架かる橋のうちの3つのライトアップを眺めてみました。素敵でしたね。やっぱりいいですよね。また見に行きたいと思ってます。さて、これからもいろんなテーマのお話をできればなと思ってます。もしまだチャンネル登録していただいてない方がいらっしゃったら、ぜひやっといていただければと思います。それからコメントもいただければ嬉しいです。自分が行った時はこうだったよとか、この辺調べてくれないかなとか、何でも結構です。よろしくお願いいたします。今日も見ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。